将軍様？将軍様直々に八重堂にいらっしゃるなんて、何か重大な伝達事項でも？いえ、そんなにかしこまらず、ただ見に来ただけです。申し訳ございません。何のことかさっぱり。管理方面のことでしょうか、それとも出版規範、もしくは消防問題など？将軍はただ単に本が読みたいだけなんだ。将軍様が娯楽小説を？ええ、何かおすすめの本はありますか？八重堂の小説は主に一般向けで、内容も奇烈なものが多く、将軍様の趣味に合うかどうか。あくまでも試みですので、同じものばかりでは意味がありません。安心してください。文字で書かれた物語である限り、理解できないということはありませんよ。それはそうですが。大丈夫だ。理解できなくてもオイラたちが将軍に説明してやるぞ。わかりました。では最近の話題作が置かれているあちらの本棚までどうぞ。中にはこの小説はすごいの受賞作品もあります。つい最近その作品をまとめて売り始めたんですよ。まあそこまで深く考えず楽しんでいってください。わかりました。では行きましょう。どういうことでしょう。私が甘く見ていたのでしょうか。本に書かれた文字や単語はわかるのに、つなげて読むと意味が理解できません。例えばこの転生ヒルチャール、夕暮れの実を食べ続けたら最強になった剣について、名前が長いですね。ヒルチャールは本当に夕暮れの実を食べて強くなれるのでしょうか。少なくともお肉を食べる必要があるはず。これはこの本の設定だぞ。設定とは？設定は何に使われるのですか。事実を書いた物語に信憑性はあるのでしょうか。それにヒルチャールは物語を書く能力がないはず。作者がヒルチャールの生活を記録しているのでしょうか。ぐい、なんで黒田があんなことを前もって言ったのか分かったような気がする。あ、こうしよう。オイラたち二人が分かりやすい小説を選んでお前に聞かせてやるよ。分かりました。私はいろいろな本を読んできたつもりでしたが、このような物語を読むと何に注目すればいいのかすらわからなくなってしまいます。ですが期待はしています。巫女らしさが伝わってくる、きっと面白いものだと思いますから。じゃあオイラたちに任せろ。ちょっと待っててくれよな。結構難しいと思うけど、とりあえず見てみよう。そんなのありかよ。ちょっと見ただけだけど、この女の子は小さい頃から主人公のことが好きで、自分の全てを捧げてたみたいだぞ。そうだな、小説だし、作者がいい人でありますように、作者がいい人でありますように、作者がいい人でありますように。物語は結構面白そうだけど、エイはこういう一般人の恋愛は理解できるかな。
題材まであるのか。道理で黒田が怖がってたわけだ。この物語はエイに聞かせない方がいいと思うぞ。作者が責任を問われるかもしれない。もし誰かがオイラになってオイラがやらないようなことをたくさんやったらなんか変な感じがしちゃうだろう。変なやつだな。どうして娯楽小説作家にこだわるんだ。そんなにすごいんなら部の道で楽々1位になれるだろう。それもそうだな。願いを最後まで貫ける人ならエイの心にも響くはずだよな。やっと読み終わったな。頑張ってエイに聞